暗闇から舞い降りた一匹の蝶。美しい羽は思わず息を飲んでしまうほど。天童木工の代名詞、バタフライスツールです。蝶に命が宿ったのは半世紀以上も前。先輩方はもう戦争も経験した方とかいらっしゃるかと思うんですけど、こんな時代からもうやってきてるんですけど、令和の匠、世代を超えて受け継がれる職人集団の技です。工場では朝からさまざまな作業が行われています。あの美しい蝶はどのようにして生まれているのでしょうか。2枚の羽で1枚なので対になるように、混ぜるのがすごく難しいですね。バタフライスツールを担当する太田美也子さんです。材料は天然の木材。模様となる表面材の間に薄い木の板を重ね、のり付けをします。美しい形を生み出す秘密はちょっと変わった形のこの装置にありました。のり付けした木の板をジグと呼ばれる型に入れます。ここからちょっとセットをして落としていきます。おお、一気に行きました。だいたい車1台分の圧力をぐっとかけてる形ですね。まっすぐな板が羽の形に近づいています。音がしますね。このしなりが成形合板 の強さですね。美しい曲線と高い強度を両立する成形合板は、木の板でさまざまな形を表現する天童木工が得意とする技術です。熱を加えることおよそ10分。まるで命が吹き込まれたかのように、美しい羽になってますね。はい、そうですね。はい、塗装と研磨を何度も繰り返し、慎重に組み立てて完成したのが、成形合板という技術ですけれども、いつぐらいから生まれたんでしょうか。戦時中ですかね。そんな時代からもうやってきてるんですけど。天童木工が誕生したのは第二次世界大戦が激しさを増す1940年のこと。受注の中心は弾薬を入れる箱でした。転機は戦後、米軍が使う家具の製造を通じ技術を高めていきました。カンナで削るこの机、その幅なんと 5.4 メートル。特注はもちろん、もういろんなものも手をかけているんで、幅広く携わっているというのが特徴。現在、天童木工の売り上げの半分以上を占めているのが、大型の特注家具です。須藤俊夫さんは、特注家具の製造に30年以上携わってきました。これまで手掛けたものの中には幅が20メートルを超える机も。須藤さんは優れた技術と実績、そして人材の育成に努めていると認められた人に贈られる全国技能士連合会のマイスターに認定されています。
家具の分野では全国でも30人ほどしかいないそうです。ものづくり業界で課題となっている技の伝承、電動木工も例外ではありません。木登りの山形県大会で金賞を取ったのは彼一人だけで。沖縄県出身の石橋青葉さんは高校生の時に参加した技能五輪の全国大会で電動木工の存在を知り、家具職人の門を叩きました。ものづくりするのがすごい好きなので、やっぱり喜んでほしいなっていう気持ちで、一つ一つ丁寧に大会作るように心がけてます。石橋さんは去年の大会で最高賞である金賞に輝きました。そんな石橋さんにとって須藤さんの背中は大きいようで。常に仕事細かいし、やっぱり早いので、やっぱ自分にはまだできないことをもっと見て技を抜いていきたいなと思ってます。私の考えとしては、全てを教えないである程度の責任感を与えることで、この人がだん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 とこう伸びていくのかなと。で、ものづくりもそうですけども、まあ、ある意味そういった人を作っていかなくてはならないという人づくりの方もちょっとあるのかななんて考えているところでもあります。人から人へ、世代を超えて受け継がれる山形のものづくりがまた新たな驚きを生み出します。